寺咲さんです。小野寺さんは今年ファイターズで実施したヒーローインタビュー体験イベントに応募いただきインタビュー予定でしたが、その日ファイターズが負けてしまい実現しませんでした。それこそは夢だったヒーローインタビューをしたいと再度応募いただき、今日見事リベンジ成功となりました。では手を叩いていただきます。小野寺さん、よろしくお願いします。ファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは松本選手、加藤投手です。今日のヒーローインタビューを担当させていただく小野寺咲です。よろしくお願いします。まずは松本選手、お願いします。お願いします。好きな女性のタイプを教えてそうですね、笑顔が素敵な方が好きです。私は清宮選手です。ビッグボスはどんな匂いですか？いや、もうめちゃめちゃいい匂いです、本当に。ちなみに清宮選手はどんな匂いですか？清宮は、そうだな、なんか一生懸命な匂いがします。誰ですか？みんな仲いいですね、僕は。まあ、同級生は本当に仲いいと思います。清宮選手とはどうですか？清宮呼んできます。清宮、そうですね、本当に僕のことを先輩と思ってるかわからないです。すごく可愛らしい後輩です。今日はキツネダンスデーでしたが、プロデューサーとしてどうですか？そうですね、まあ、今日はキツネダンスデーということで、まあ、僕プロデューサーやらせていただいてるんで、まあ、僕が活躍しないわけにはいかないなと、そういう気持ちでやらせていただきました。次の企画も期待しています。頑張ります。松本選手、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、加藤投手、お願いします。加藤投手にも同じことを聞きますが、好きな女性タイプを教えてください。まあ、ご飯作れないんで、はい、料理作れたり、はい、掃除してくれる人がいいなと思います。ビッグボスはどんな匂いですか？あんま近く行かないですけど、すごいいい匂いですね。あ、フルーティーな匂い。仲のいい選手は誰ですか？甘いにしときます。どんな風に仲がいいですか？一緒にご飯食うくらい。清宮選手とはどうですか？そう、まあ、育ちがいいんでね、あんまり話さないですけど、言葉が綺麗です。今日は私のために勝ってくれてありがとうございました。
で頑張ってください。はい、頑張ります。松本選手、加藤選手、ありがとうございました。